ゲームで遊ぶのはいいけど、遊びすぎてしまわないか。どんなゲームで遊んでるのか、親としてはいろいろ考えてしまうもの。そこでスマートフォンからお子様のゲームプレイを見守れるアプリ、任天堂見守りスイッチ。時間を忘れて遊びすぎるお子様をついつい叱りすぎちゃうことはありませんか？こんな時こそ見守りスイッチ。約束の時間をセットしておけば、お子様がゲームに夢中になっていてもアラームでお知らせしてくれます。これなら安心ですね。あらら、今度はアラームが鳴っても遊び続けてますね。でも約束を破ったことはお父さんにバレバレですよ。中断モードにすれば約束の時間でゲームをスリープさせることもできますが、こんな姿は見たくないので、これはあくまで最終手段。遊ぶ時間は曜日ごとに設定できるので、休みの日はたくさん遊べるように設定することもできます。約束をしっかり守っておねだりで、ちょっと調子に乗りすぎましたね。さらに月に一度のレポート機能も。お子様がどのソフトをどれだけ遊んだか一目でわかるレポートが届きます。お気に入りのソフトを知ればお子様との会話も盛り上がりますね。もちろんこれまで通りの保護者による使用制限も。年齢に合わないソフトを遊べなくしたり、他の人とのコミュニケーションや SNS への投稿を制限して、ネットにまつわるトラブルからお子様の身を守ります。大切なお子様のためにきちんと設定してあげてください。親子でもっと安心して楽しめるゲーム機へ、任天堂見守りスイッチ。